モブローさんかっこいいよね。ちょっとモブ子、私が先に目つけたんだからね、取らないでよ。ふーん、何の特徴もない超平均的な普通面、さすがモブって感じ。まあでも悪くはないわ、合格。嘘、あの二人付き合ってるの？ショック。モブミ、私はクロハ。美人で可愛くてローカル誰もが振り向いて美人すぎて二度見しちゃうくらい注目度ナンバーワンの花間柱乙女17歳。おはようクロハ。おはよう、モブたち。あ、見て見てモブ子、モブロー先輩よ、かっこいい。モブローさんかっこいいよね。ちょっとモブ子、私が先に目つけたんだからね、取らないでよ。うん、何の特徴もない超平均的な普通面、さすがモブって感じ。まあでも悪くはないわ、合格。誰も何も別にモブミの彼氏じゃないでしょ。でもダメ、私が先に好きになったんだから。はいはい、じゃあ契約書書いておきますよ。もうバカにして。役習、ちょっと待って、あれ見てモブミ。嘘、あの二人付き合ってるの？ショック。モブミ、でもしょうがないよね、黒肌し、モブロー先輩も好きになっちゃうよね。そうなの、しょうがないのよ。みんな私のこと好きになるから、絶対なるから。でも寄ってこられてばっかでつまんない、だから逆に誰にも興味ないのよね。美人な人って案外そんなもんでしょ。でもだから楽しいのよ、人が欲しがるものを取るのって。モブロー先輩。ねえねえクロハ、モブロー先輩と付き合ってるの？うん、そうだよ。落としたハンカチ拾ってくれて、そっから話すようになったんだけど、しばらく LINE してたら告白されちゃった。でもなんか意外だった、モブロー先輩って。そうかな。モブローさんってね、すっごい普通で優しいの。そういうわさびは最近どうなのよ、彼氏できた？私、わさびとは小学校から一緒の古い付き合い。私は最近エンジ君がちょっと気になってる。わさびって、まあ見方によったら可愛くないこともないけど、今まで彼氏ができたことがない。エンジ君、確か2組だっけ。過去にいい感じになった人がいたこともあったけど。わさび食べる？マジいいの？結局恋は実らず。なぜなら私が全部奪ってきてあげたから。小学校の時も中学校の時も。ねえねえ、わさびは誰が好きなの？絶対他の人に言わない。言わない言わない、教えてよ。同じ部活のコウジ君、最近練習が一緒になることが多くて、なんかいいなって。そうなんだ、いいじゃん、応援してる。わさび、ちょっといい？お、なに？実は私、コウジ君と付き合うことになって。わさびのこともっと売り込もうと思って話しかけたんだけど、それからちょこちょこ話すようになって、そしたら昨日好きって言われちゃった。それでね、私もなんだか話すうちに好きになっちゃって。本当にごめんね。うん、わさた、ちょっとショックだけど、クロハ相手だから好きになっちゃうのも無理ないよね。とにかくおめでとう。でもその代わりわさびは。わさびちゃんすごい、ムナッチ持ってるの？お父さんが買ってくれたの。いいな、なかなか手に入らないから、今すっごく高いんだよ。かすみちゃんも一緒に見る？うん。ねえねえお母さん、私もモナッチが欲しいよ、買ってよ。うちにそんなお金ないの。いいじゃん、子供なんだから外で遊んでくればいいでしょ。うちは貧乏だからいろいろ買ってもらえなかったけど。あれ、クロハ何してるの？一緒に遊ぼう。わさび、また新しいもの買ってもらったんだ、いいな。わさびは一人っ子で家は裕福だから、私が持てないものたくさん持ってた。そしてその感情は次第に嫉妬へ変わっていき、大して可愛くないくせになんかムカつく。なんで？私の方が可愛いし特別なのに。わさびを悔しがらせてやりたいと思うようになった。でもさ、毎回好きな人報告するためにクロハに取られてたら、さすがにバレるでしょ。ちっちっち、
ジ。だから別の子からも取るのがミソなんじゃん。抜かりないんだから舐めないでよね。猫かぶってた私が唯一本性を晒してたのはヒサメ。だってこの女も男関係激しかったし、完全におじさん狙いで高校生なんて興味なくてフィールドも違ったしね。かわいそう、わさびちゃん。私好きだけどな、いいやつじゃん。私も好きよ、昔から友達だし。私のこともっと引き立ててくれるしね。あ、ひっと。黒羽さん性格悪いんですけど、バチ当たるよ。まあ自分でも性格悪いと思うけど、今となってはいい黒歴史。そして今や私も立派な一児の母。ねえねえお母さん。なに？なぜ特急はこの世から減らないの？高校卒業後、私とわさびは別の大学に進学したんだけど。どうしたの、わさび、話があるって。実はさ、すっごい好きな人できたの、バイト先で。でも私全然恋愛経験ないし、どうすればいいのかなってちょっとクロハに相談したくて。クロハは私と違って恋愛経験豊富だから。かわいい、わさびが恋してる。かわいい。てつくんって言うんだけど。わかった、そしたらモナリザランドでダブルデートしよう。私の彼氏連れてっから、わさびはてつくん呼んでさ。いきなりデート？モナリザランドのチケットが1枚余ってるって言って誘えばいいんだよ。そっか、わさった。そこからは皆さんお察しの通り、わさびの大好きなテツキュンをいただいたわさ。結局テツとはそのまま2年くらい付き合って、まさかの授かり婚。大学中退は正直痛かったけど、最後の最後までやっぱりテツくん以上の人はいないよ。そんなことないよ、わさびにはもっといい人いるって。わさびがずっと鉄を引きずってるのを見れて最高に気持ちよかった。でも今はもう日々の生活に必死で、わさびのこととかどうでもいいんだよね。それよりも鉄の稼ぎもっと良くならないかなって感じ。はあ、まあそこそこ幸せだからいいけど、娘も可愛いし。そんな日常に追われていたある日、わさびから。久しぶりにわさびからお茶に誘われた。実は私、今度結婚することになったの。おめでとう。どんな人なの？まあこの年だし結婚の一つや二つするわよね。よかったじゃない、拾ってくれる人がいて。柳さんって言って物大出身の商社マンなんだけど、年収1000万円は超えてるかな。鉄なんて学歴もなくて安月給で、全然レベル違うじゃん。どこでそんな男手に入れたの？普通に婚活したけど。何か、なんかムカつく、わさびのくせに。じゃあ私そろそろ行くね。もう？あ、そうそう、柳さんに手をつけようったって無駄だからやめておいてね。海外赴任で私たち日本からいなくなるから。クロハって昔からずっと他の子が好きになった人奪ってきてたでしょ。私知ってるよ。クロハとエンジ君が付き合い始めた頃からなんかおかしいって思い始めたのよね。そんである日トイレでその答え合わせができたわさ。私はクロハの引き立て役だっけ。やべ、聞かれてたの？あ、聞かれてたんだ。でも昔の話だからね。今や私は一児の母だし。ねえ、昔のことだからね。でもびっくりしちゃった、テツくんと本当に結婚するなんて。実は私、あの人のこと好きでもなんでもなかったんだよね。あの人ガードが緩そうな女紹介しろってうるさかったからさ、一番先にクロハが思い浮かんだんだって。テツくんのこと忘れられないとか言い続けたらクロハ本当に結婚しちゃうんだもん。しかも定期婚で大学中退。超面白かった。クロハのこと好きには読めないけど、ごめんね。でも今は幸せそうだからいいよね。じゃあ、嘘。
前さ、そんなこと思ってたの？お母さん、てつ？そら？このことが原因となり私たちは離婚。やだやだ、そらを連れて行かないで。お母さんもっと遊びたいんでしょ？アディオス。マナ娘の親権も取られる羽目に。そら、マジマジヒサメ。クロハ、超久しぶり、どうしたの？聞いてよ、実はカクカクシカジカわさわさで。だからバチ当たるって言ったじゃん。私これから一体どうしたら。そんなの私に聞かれてもな。知らね。知らねでござる。ダメ。じゃあ私忙しいから。まあ私なんだけどね。あ、もしもし、わさび、聞いたよ、結婚おめでとう。相手商社マンなんだって。やるじゃん。